年優勝おめでとうございます。ありがとうございます。率直な今のお気持ちいかがですか？そうですね、やっぱりまあ予選からずっと一番人気だったので、一応それに応えられてホッとしてるかなという感じですね。はい、そしてこちらスタジオにはスポーツ報知斉藤記者いらっしゃいます。斉藤さんお願いします。あ、どうも、あの3日間どうもご苦労様でした。 ありがとうございます。まあちょっと今日はね、まあ、2日間に比べてちょっと苦しいような、ちょっと内にこう包まるような感じのレースだったんですけど、その辺どうでした？そうですね、まあ、あの短期が多かったんで、どっちかというとあの養成所でやってきたような走りになったかなと思いますね。そうですね、あのちょっとね最後ね、あの5番の柳島選手も並走だったんでね、最後ちょっと一回ちょっと打ちかけたような感じもしたんですけど、最後踏み出した時にはこういけるっていうような感じだったんですか？ゴール前は。そうですね、まあ、足は残っていて、まあ、結構みんな外外だったんですけど、後ろに桜井さんだったりもいたんで、うちちょっと開けていかれてもなっていう感じだったので。ああ、じゃあまあその辺はちょっとまあ想定内の競争っていうことですかね。そうですね、うち側も意識しつつっていう感じでした、ね、ありがとうございます。この後完全優勝決められてどんな選手にやっていきたいですか？そうですね、やっぱり目標は、師匠の小原大輝さんですね、うん、小原選手も優勝決めてましたもんね。そうですね、ちょっとそれに続かなかなというふうには思ってました。次走は地元戦ですね。そうですね、やっぱり地元で、まあ、あの観客も、入るということなんで、今以上に緊張するかなと思うんですけど、頑張りたいです。ありがとうございます。それでは全国のファンの皆様へもう一言、次走へ向けての意気込みなどお願いします。はい、3日間応援ありがとうございました。これからも一着取れるように精一杯頑張って走りたいと思います。応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。